はい、こんにちは。ついに出ました。コルセア新製品キーボード、こちらでございまーす。K65RGB ミニということで、こちらめでたく、昨日かな、国内販売されました。グローバルマン、ワールドワイドではもう出ていたんですけれども、ようやく国内で出ました。これね、K65RGB ミニということで、こうやって私が持っていると、何って思うかもしれませんが、これ、今現在のコルセアフラッグシップキーボード。K100 ですね。K100RGB。こちらの箱を見てください。で、今回の、新作である K65RGB ミニの箱を見てください。なんぞこれこんなちっちゃいの箱でだよもうこれ4分の1くらい ?K100 のキーボードの箱これ。で、今回の K65 ミニ。やばない？では早速ですが、開けていきたいと思いまーす。よいしょ。まだ私もね、実物今回見てないんですよ。商品もね、今回が初開封になりますので、まあ、昨日頼んだ方は、もうすでに、あれ、まだかな？まだ届いてないな、さすがに。でももう、秋葉とかには並んでんのかな？そんな感じだと。思います。開かないんごねー。よいしょ。ハサミ？私のお部屋にハサミというアナログな物体がないので、ボールペンでちぎってしまいましょうね。こういうシールで。よいしょ。はい、ということで、いきまーす。せーの、バカ。わおま、わおってやつ、入れ方いつものね、コルセアのこのカバーが入っていて。はー、あ、すごーい！マジか、これ！これマジか！え？要はね、何に今びっくりしたかっていうと、K100 なんか今までのキーボードなんですけれども、キーボードに USB ケーブル生えてるじゃないですか。USB ケーブルが生えているので、こうやってここにキーボードが入っていた場合、スポンと抜けないんですよ。ここにケーブルが入ってますから、スポンと抜くことできないんですね。ところがどっこい、今回のこの K100、失礼、K65、ここ、見てください。USB Type-C。このケーブルが抜けるんです。着脱式なんです。もう興奮を抑えきれないということで、こうスポッと今キーボードが取れただけで感動できる。これが今回の、K65 ミニなんですけれども、付属品は何なんだ？付属品はこれ、ギャラティーワイヤー、マニュアルですね。で、あー！お、出た！替えのキートップですけれども、スペースキーと、見て、コルセアキーがついております。まあ、こういうことですね。スペースキー、こういう今回ね、ゲーミングっぽい、デザインになってますので、これがね、あまり好まないよっていう方は通常の、こう無印というか、何の変哲もないキートップに変更してくださいと。で、この、エスケープキーですけれども、まあ、発表会なんかで、ここがコルセアマークのキートップになっちゃったと思うんですよ。それがこれですね。別にこれ K65 じゃないとハマんないってことないですから。K100 とかにもハマりますから。同じ形ですから。うわ、ちっちゃ。で、ケーブル。ケーブルがこのように別でついてます。こっちタイプ C、こっちタイプ A という形ですね。USB の、USB ジェネレーション2ですね。これ素晴らしくないですか？で、ちゃんとキーボードなので、ここが、メッシュ加工されている。なみなみになっているので、耐久度あると。え、すごっ！こういうことちっちゃ！ちょっと想像を絶する小ささ。で、いきますよ！こっちから行くか。いきますよ！ K100 と K65 いきます。なにこれ！されてんのね。だから、K100 のフルキーボードでいくと、まず、テンキーレスですね。テンキーが消えました。これ、こちらですね。ごめんね。ちょっとキートップ吹っ飛んでるんですけど、これが、K65 ラビットファイヤー。
ラピッドファイヤーなんですけれども、だから、形式は、こちらの K65 ラピッドファイヤー。ごめんね、このケーブル持ったら、いやにきさん、ごめんね。これが K65 ラピッドファイヤー。で、こちらが今回発売されたのが、K65 ミニなんですよ。だから形式としては K65 の、後継機になるわけですけど、だから K100 を出すより、K65 を出した方が、わかりやすいのかな。そうすると、これ K65 ラビットファイヤーですけれども、このね、キートップちょっと2つ、そこに転がってるんですけれども、これがラビットファイヤー。これ一番私、コルセアのキーボードで一番使ったやつですね。すごく気に入ってました。で、これはテンキーレスですよね。こっから先がないんですよ。で、この K65 ミニに関して言うと、このカーソルキーやインサートキー、デリートキーなんかも全部ぶっ飛んだと。ここがないんです。ここがない。さらに言うと、ファンクションキーも取っ払いました。こういうことです。ここだけ。ここだけのキーボード。で、どうしてもキーボードって安定さとか出てきますから、こう、たわまないとかっていうの大事なんですよ。こうやって持った時に、こうやって、キーボードショップでこれやっちゃっても怒られないですからね。キーボードショップでやっていいですかって聞けるぐらいの重要さ。キーボードちゃんと使いこなす人は、これたわむか確かめていいですかって言っても、店員さんもわかってるから、あ、いいですよって言ってくれる当たり前の行為なんですけど、こうやってねじ曲げようとした時にビクともしないっていう、この安定感とかっていうのを求めるので、どうしてもここの重要さっていうのが出てくるんですね。だけど今回の K65 ミニに関してはベゼル全くないですよ。ここもないし、ここもない。で、ここ、限りなく、カットしてる。だから、こうやって見たとき、ベゼルがほぼないんですよ。なので、まだ日本ではどうなのかな、未発売なんですけど、今後、コルセアから、キートップのいろんな色が出るんですよ。オレンジとかピンクとかブルーとかっていういろんな色が出てきて、そのキートップ、例えば、ピンク一色にしちゃうとか、なんかね、ブルーと混在させるっていう形を取ると、ベゼルがほとんどないから、まるでカラフルなキーボード買ってきましたみたいな状況に作り変えることができます。で、まあ、この中でね、皆さんパッと見て、それって大丈夫って思うのが、カーソルキーとファンクションキーだと思うんですよ。それはキーとの組み合わせでやるそうです。ちょっと今回は開封っていうところで、ここにプリントされてますよね。ファンクションキー。ファンクションキープリントされてて、この辺にカーソルキーが、プリントされてます。だから、こう見たときに、ここに、いろんな、キーの手前に印字がされてると思うんですよ。これを、例えば、そうだね、シフトキーとか、シフトプラスオルトとか、シフトプラスコントロールとかで、うまく自分で割り当ててやっていくと。でさらに、この中、オンボードの、メモリーチップ入ってますから、当然ながら、これさ、IQ で、いろんな設定様々に好きなようにカスタマイズできるんですね。それはこの中に保存されます。PC 上に保存されるのはもちろんですけれども、このキーボードの中に、保存することができます。これだけコンパクトなキーボード。なので、当然ながら、持ち運びっていうところをしたいわけですよ。で、これもまさにゲーミングの決定版だと思うんですけれども、ゲームやる上で重要なのってここじゃないですか。わかるでしょ ?AWSD とか、この辺でしょ?ここが重要なんですよ。だから、プロゲーマーなんかはキーボードでね、自分のやっぱデバイス、インプットアウトプット、IO を司る、自分の、ユーザーインターフェースであるデバイスっていうのは持っていくわけですよ。手足となるものですから持っていくのね。その時に、これ持ちやすいと。ちっちゃくて。軽くて。で、さらに、ここに気が止まると。どうしてもキーボードって持ち運ぶときってこうなっちゃうんですよ。ここキーボードこうぐるぐるするしかないじゃん。そうするとキートップやっぱ取れてくのね。なんでこの取れてるかっていうと、こうぐる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 テーブル回したりするからキートップ飛んでっちゃうんですよ。まあそのためにつければいいっちゃいいんだけど、そういう話じゃなく、じゃあ取れた方が便利じゃないっていうこの極論。なぜ今まで誰も気づかなかったっていう。ところなんですけれども。だから、ファンクションキーだとかカーソルキーってゲームをやる上ではそこまで重要ではなかったです。それでもう本当に、じゃあカーソルキーバリバリ使うゲームってなったらそれ割り当てりゃいいんですよ。割り当てればいい、こっちに。っていう、その、極論の極地に到達してる、これさ、K65 ミニというキーボードになります。だからゲーミング特化であり、あと小型機で持ち運べるっていうところだよね。その辺に、
特化されてる。だちゃんとメモリ入ってるから、自分のプロファイルとか持ち運べるわけ。そのまま持ち運べて、PC パッとつなげば、このプロファイルはそのまんまですから、生きていけると。いう形になります。で、まあ、管理のスイッチはどうなってるかっていうと、これは結構ね、もうシンプルです。K65 シリーズですので、ここを見ればわかるんですけれども、チェリー MX メカニカルキースイッチとしか書いてないね。え？チェリー MX メカニカルキースイッチとかしか書いてない。まあ、ちょっと取ればいいんだよ、キースイッチ。ごめんね、これちゃんと取る機械ってさっき見せたように、失礼します。はい。スピード軸です。銀軸ですね。チェリー MX シルバー、スピード軸を採用しております。なので、私が一番好きなスイッチですね。銀は。スピード軸一番好き。チェリー MX では。さらに、この K100 でもそうですけど、コルセアアイオンっていう新しい、テクノロジーが出たんですね。それ、ポーリングレートめちゃくちゃ上げるということで、K100、ごめんなさい、ちょっと覚え、確か4000ポーリングレートぐらいなんですよ。ところが、この K65 ミニ、なんと、8000ポーリングレート、もう言ってる意味わかんないレベルの、ポーリングレート実現してます。失礼、ごめんなさい、間違えました。 危ない、読んでよかった。コルセアアイオンハイパープロセッシングテクノロジーにより 4000Hz ポーリングレートだ。これ4000だ。ごめんなさい、間違っちゃいました。これは4000か。これ4000だね。で、N ロールキーオーバー。これ100%暗示構想。全部いきます。で、8メガバイトの、オンボードストレージ、最大200個のプロファイル保存で、重量が、0.57kg。0.57kg、570g ですね。という形になっております。あとは、高耐久性 PVP ダブルショットキーキャップという形ですね。まあ、これから使っていくので、今回は、ざっと開けてみてどうだったかっていう感じですけれども、楽しみにしてたんですよ。これ、すごい楽しみにしてたの。どうなんだろうなっていう。いや、ここまで小さくするっていうのは、まあ、ゲーミングの世界では当然ありだけれども、ありっていうか、もう、割と正義感あるけれども、まあ、普通にね、ゲームじゃないところでも使っていきたいわけですよ。そうした場合、このカーソルキーとファンクションキー取っ払われているっていうところで、どの程度いけるのかなっていう。要するにこれ60%キーボードってコルセアが呼んでるんですね。60%キーボード。どういうことかというと、通常のキーボードの60%のサイズですよっていうこと。これはすなわち机の上が40%空くってこと。キーボードのスペース。私、デュアルモニターとか、もう引っ越してちっちゃくなっちゃったので、場が狭いですよ。だから、こういうちっちゃい方が机を広く使えるっていう意味で有意義でもあるんです。なんか、銀軸なんだけど、ダブルショット PVP のおかげか、若干なんか、カツンって気があるね。カツン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 っていう。またね、キースイッチについてはどうしても擬音になってしまうんですけれども。ああ、ちょっと今気づいたんですけど、だいぶ、車格があります。傾斜があります。これ特にパチっていう、ものはないので、はい、最初から傾斜がかなりついてますね。私は、キーボード、ここね。これで、角度つけられるじゃないですか。ここ。私これ使わないんですよ。割と真っ平らで行く感じ。なので、そうで、だいぶ傾斜してる感はある。この傾斜は変えられない。あ、やばい、なんかすごい違和感がある、ちっちゃすぎて。ね。ただ、K100 のエルガトキーとかね、エルガトスリムデッキキーとかあるじゃないですか。拡張キーが多ければ多いほど、ブラインド出ってる時に、打ち間違いっていうのは増えるので、これはまあ、そういう意味では、割かし、初心者が触るのはどうかなと思うんだけど、打ち間違いは減るよね。ああ、すごい。だ、もちろん、この K65 ミニのみでは戦えないと思います。通常のフルキー持っといて、K65 もっていう戦い方になると思いますけれども、素晴らしいですね、これ。
軽いキーボードなのに軽い、素晴らしいこれ。ということで今後これね使っていきたい。私楽しみだった。もう注文にうるさいキーボード屋さんだから私。キーボード屋さん？キーボード使いですから。いいじゃん、いいじゃん。これちょっとこの小ささある？この小ささある？おもちゃみたいなのにしっかりとちゃんとテリウムエクスシルバーの打鍵感してる。ということで今回は、K65 ミニの、開封紹介という形になります。当然だから私のね、動画ですから、がっつりとキーボードの方は使い込んでから、レビューは詳細なねきちんとしたレビューはあげたいと思います。今後ねやっぱキーボードあの一夜とか一応言ったらそのなんだろうあのほんの 2,3 日でレビューできるもんではないんですよ。指の感覚がそこに行ってくんないとダメだから、どうしてもキーボードのレビューは私は時間をとってしっかりとやってきてますよね。なので、おい、これさ、プリント入ってる。かっこいい。でも、光んないんだね。まあ、過剰に多分光るっていうところも抑えてんのね、今回。かっこいい。まあ、こういう尖った、システム、ガジェットっていうのは私は昔から好みますから。楽しみだったんですよ。もう尖りすぎでしょ。いや、いいね。いいね。でもちょっと今、とにかくパッて今思ったのは、傾斜がだいぶ私にとっては来てる。まあ私パワーブレスト使わないので、それはいいんですけど、傾斜がだいぶ入ってますね。まあこれは別に傾斜があるキーボードだと思えばいいだけなので、いいんだけど、高さがちょっと出てる。っていうイメージですね。置いたときに、高さがちょっとある。ということで、見ていただいてありがとうございます。これからね、K65RGB ミニ、こちらの方使っていってどうだったかというね、使い心地のレビューは今後になります。キーボードっていうのはそういうものです。2、3日でレビューできるものではございません。いやー、楽しみにしてたー。これ来たわー。ついに来たわー。一応この対応ハードとして正式にここに書き加えてあるのは、PC、Mac、Xbox One という3種類が書いております。で、IQ 対応は当然 Windows 10と MacOS 10。10、MacOS 10.10.10 点、10点。これ、こいつが対応してる。こいつが対応している MacOS は、10.15 プラスですね。Vixar の 10.15 以降だったら、良いよっていう。ことになってる。いや、ちょっと興奮気、あ、こんちゃんとシルバースイッチっていう。いや、だって、これがどこにあるんだろうって、さっき目に入らなかった。あれ、どこだろうってキートップ取っちゃったけど、こんちゃんとシルバー大丈夫。やったね。やったー！楽しい！楽しみ！使っていこう！ではまたお会いしましょう。見ていただいてありがとうございます。バイバイ！